早速ですが、今回は韓国肝入りの KF-21 ポラメ戦闘機の輸出状況を詳しく見ていきますね。インドネシアとの共同開発で始動しましたが、現在はどうなっているのか気になりますよね。今年2022年中に初飛行が予定されているのが、韓国の KAI、韓国航空宇宙産業によって開発中の戦闘機、KF-21 ポラメであり、現在の戦闘機のいわゆる分類上からは、第 4.5 世代だと称されている、機体となっている。KAI、韓国航空宇宙産業とは、その組織名称に、自国の国名を含むことから、想像できる通り、1999年に韓国政府が主導して、同国のヒュンダイ宇宙航空、サムソン航空産業、テウジュー工業の3社の航空企業を統合して作られた国策企業である。他の兵器分野と同様に KAI、韓国航空宇宙産業も、海外への韓国製兵器の輸出を機として創設されており、同社の機体としては、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を受けて製造した T-50 練習機が著名だろう。T-50 練習機は、複座で、単発の機関部を持つ機体ではあるが、当時のアメリカのゼネラル・エレクトリック社製の F404 ターボファンエンジンを搭載しており、これは、総発型は、F/A-18 ホーネットにも搭載されているものと同系統だ。この強力な機関部を装備する T-50 練習機は、練習機とはいえ、かなり強烈な最高速度約マッハ 1.5 を誇り、こうした機関部等の主要な技術をアメリカより供与されているため、その許諾を得ることは必須となるが、海外へと輸出されている。T-50 練習機は、これまでに、インドネシア、タイ、フィリピンや中東のイラクへの輸出に成功しており、その結果からは、韓国政府や KAI、韓国航空宇宙産業が、事前に想定してきたように、主として、東南アジア方面の需要をうまく取り込んだものと言えよう。2022年2月時点で T-50 練習機の輸出機体数は、インドネシアが16機、タイが14機、フィリピンが12機、イラクが24機と、合計で66機ほどだが、これらの国々の中でも、特に注目を要するのは、インドネシアとフィリピンであろう。インドネシアは、この T-50 練習機の輸出の成功で、韓国からの兵器購入に弾みがついたとも言え、また、フィリピンは、経済的には、ほぼ中国に従属しながらも、スカボロー礁をめぐる南シナ海の領有権問題では、同機を差し向けるなどの行動を見せたためだ。フィリピンは、自軍唯一の戦闘機戦力として、T-50 練習機に、兵装を施して運用しており、その貴重な戦力をスカボロー礁をめぐる、領有権問題にあたって、中国側が、200隻以上とも言われる数の漁船団を集結させた海域に向かわせ牽制した。しかし、こうしたフィリピン側の強硬姿勢は、国民に対する政治的なポーズだとの見方も強く、現ドゥテルテ政権が支持率の確保を狙って仕掛けたガス抜き的な見せかけの行いに過ぎないという意見が大勢を占めているようだ。フィリピンでは2021年春先にこうした状況はあったものの、新型コロナウイルスに対する中国製ワクチンの提供にドゥテルテ大統領自らがこれを接種して謝辞を述べるなどしており、その感は一層強まったように見えていた。さて、もう一方のインドネシアだが、T-50 練習機に加えて、韓国のテウ造船海洋から、1400トン級の通常動力型潜水艦3隻の調達を行っており、1.2 番艦は、韓国から完成品を購入、3番艦は、自国で組み立て種を行い2019年に進水させている。
その後、インドネシアは、この3隻目と同様に、韓国で製造された部品を自国で組み立てる方式で、追加で、3隻の潜水艦の発注を、レウ造船海洋に行い、2026年までには完了する見込みで、新たな契約も履行されるものかと思われていた。もともと、韓国がインドネシアに輸出した1400トン級潜水艦とは、ドイツの209型潜水艦をベースとしたものだが、韓国が保有する同型は、本家同様に燃料電池式の非対機依存推進を実装しているが、これを輸出する権利は有していない。このため、韓国がインドネシアに輸出した1400トン級潜水艦や、追加分についても、燃料電池式の非対機依存推進は省かれているわけだが、当初より明らかだったはずのこの仕様について、インドネシア側が態度を急変させていく。いわく、韓国の潜水艦に対し、インドネシア側の国防大臣は、急に連続潜航日数が90日に満たないと、これまで当初より織り込み済みだったはずの性能について、疑義を唱える言動を見せ、韓国との追加の契約を保護にする姿勢を打ち出した。この問題は、2022年2月現在でも解決していないと思われるが、インドネシア側が一方的に態度を急変させた背景には、韓国からよりも高性能な潜水艦を他国から調達できる可能性が大きくなったゆえではないとの憶測が後を絶たない。ここで、インドネシア側のこうした言動、行動に最も大きな影響を与えたのは、本家のドイツの、さらに新型の214型潜水艦の存在ではないかと囁かれており、直接ではなく、これをトルコにライセンス生産させたものが有力視されている。ライセンス生産とはいえ、ドイツは自国の214型潜水艦について、トルコには燃料電池式の非対機依存推進を含む第三国への輸出を認可しており、インドネシアにとってはこれが韓国製よりも性能に優れることは言うまでもない。これが実現するのか否かは未だ謎ではあるが、ドイツは中国とは経済的な結びつきが非常に強固な国であるため、個人的にはトルコを介して直接中国を刺激することを回避しながら、武器輸出の身を取ろうとする可能性は高いように映る。このあたりのドイツの立ち回りの狡猾さは警戒が必要であり、現在、ウクライナへのロシア軍の侵攻の可能性が強まる渦中にあっても、ロシアから大量の天然ガス供給を受けているドイツは、NATO 諸国の中で動きはかなり鈍い。これらの問題がどこに着地するのかは、まだまだ見えてこないが、これに付随して、韓国の戦闘機、KF-21 ポラメのインドネシアとの共同開発も、立ち消えとなるかとも噂されていたが、こちらは、なんとか元の鞘に収まったようだ。2021年11月、それまで2017年後半から滞っていた KF-21 ポラメをめぐる韓国とインドネシアの交渉は、ようやく合意に達し、同機の開発に要する費用の2割、約1680億円相当を、当初の計画通りにインドネシアが支払うと発表された。ただし、予算不足が問題となっていたインドネシアは、この金額すべてを現金で支払うのではなく、そのうちの3割相当の約500億円ほどは、天然ゴム等の資源での納付とすることを韓国に了承させ、完全な元通りの取引とはいかなかったと言える。それでも、インドネシアは、KF-21 ポラメを自国内で48機生産することになり、
韓国空軍が計画している同機の調達数120機と合わせれば、合計で168機となり、現代の戦闘機開発の費用対効果の目安と言われる300機の過半数を超過する。KF-21 ポラメは、星空戦闘機としての能力を持つ、第一段階のブロック1型をはじめ、戦闘攻撃機として、対地攻撃能力を付与した、次のブロック2型までの開発が決定されており、インドネシアに続く採用国が現れるのかにも、注目が集まる。日本では、遅れてきた第 4.5 世代戦闘機として、かなり揶揄されることが多い KF-21 ポラメだが、一部の海外の軍事関係者の間では、コスト次第では、安価な戦闘機市場に食い込んでくる可能性も示唆されており、続報にも留意が必要だろう。